はい、皆さんこんばんは。2021年10月17日、153日目、ビットコインチャート分析、21時半。10月15日に少し強めの上げを見せてから、EMA リボンがサポートとなり、6万2900ドルまで上げてきました。今現在はやはり上げすぎたこともあり、ずるずると少し下がってきておりますが、 EMA リボンがしっかりとサポート効いておりますので、ここで反発できれば強いビットコイン返ってきます。 MACD ではダウントレンドからそろそろゴールデンクロスしている形となっておりますので、上げに転じそうなチャートとなっております。 RSI も下落トレンド上抜けしておりますので、こちらも上げてきそうなチャートとなっております。続きまして4時間足のチャートとなっております。10月7日に強い上昇を見せてから、EMA リボンがしっかりとサポート効いて上昇してきております。そしてフィボナッチのこの緑のラインを1回騙しとなりましたが、しっかりと上抜けできております。そして今現在は直近の高値更新しましたが、一旦売られすぎて下げております。 RSI はずるずるとダウントレンドしてきておりましたが、10月14日頃トレンド変換しまして、そこから上昇してきております。 MACD も 80% 以上と買われすぎからのズルズル下げてから、11日に 40% 台まで下げてからの上昇となっておりますので、まだまだ上狙っていけるようなチャートとなっております。4時間足でも上と思っております。日足で見ていきますと、9月7日に頭打ちして一旦調整となりましたが、しっかりと上値抜けることができまして上昇してきております。こちらお手本のようなチャートとなっております。MACD も同じく底を打ちしてから上昇トレンド、 RSI も同じく買われすぎラインから一旦 40% 下げたあたり、売られすぎラインとなりまして再び上昇に転じてきております。こちら週足で見ていきますと、史上最高値もう少しまで上昇しましたが、やっぱりここ売り圧も強く、一旦今現在は調整の下げとなってきております。最後に今後の戦略です。今現在こんなような形のトライアングル引けてると思っておりますので、ここを上下抜けるか、この直近の動き次第でエントリーポイントを考えていきたいと思っております。この6万1000ドルあたりぐらいを上抜けするのであれば、直近の高値まずは6万3000ドルまでロングしていきましょう。そしてこの史上最高値抜けてくるのであれば6万5000ドルまでロング、逆にこの今の価格帯6万400ドルあたりも下抜けするのであれば、まずは5万9000ドルまでショート。短期ではこの戦略でいきましょう。長中期的にはロングロングロングでありますので、しっかりと押し目で買い込んで史上最高値狙っていきましょう。投資は余剰資金、自己責任で頑張っていきましょう。